どうもみなさん、こんにちは。こまゆころです。今ですね、パズドラ、なんか地味にめっちゃ美味しいイベントが来てまして、えー、それがこちらなんですけども、えー、12月16日からですね、3日間限定で一部の交換対象モンスターが入手しやすくなりますということで、こんな感じ交換素材対象モンスターの、えー、獲得できる一部ダンジョンがスタミナ10になっております。はい。まあ、基本的にめちゃめちゃ美味しいダンジョンばっかりで、えっ、ー、と、こんな感じですね。<laughs> てかもう、これ見れば、どのダンジョンで周回すればいいかっていうのがすぐにわかるんだけども、このね、えー、例えば、 メタルポルックスとかだったら、水と光の鉄精流がなんと今、スタミナ10なんですね。まあダンジョン自体はめっちゃ簡単なんで、まあ、シマダラサンも入れ、島マダラサン入れれば予で周回できますし、ポチポチもできたりするんだけども、ここがね、スタミナ10になったりとか、スフィンクスもスタミナ10です。はい。で、シピリのね、このこことか、フェニックス落ちるところも、スタミナ。 じになっていて、もうめちゃくちゃダンジョン美味しくなってるんですね。超美味しくなってるんですよ。なんで今日はこのね、えー、スタミナ10イベントを記念しまして、どのキャラを確保すべきかという話をしていこうと思います。ちょっとね、動画投稿するの遅れてるんですけど、えっと、まだ日曜、月曜と合計2日分ありますので、えー、今から集会してもらっても余裕で間に合います。でしかもね、これから、 鬼滅の刃コラボ来て復刻する方とかもいると思うんですけど、ちょっとこの動画絶対参考にしておいてほしくて、今のパズダルの共ブっていうのはもう基本的に交換図ドラゴンがほとんどなんですね。なんでぜひね、周回してもら,うもらえればなと思います。まあ、今日はですね、実際に、えー、交換すべきから7体を紹介していこうと思います。えー、このイベント期間中にね、まあできれば16体作ってほしいんですけど、だるいじゃん、はっきり言って。 16体今から全部作ればかなりだるいと思うんで、今日も絶対取るべき7体を話していこうと思います。この動画見てもらえればすごい参考になると思いますので、ぜひね見ていってください。えー、ということでもう優先順位順に話していきます。まずはもう1位からいきましょう。で、こっからは、えー、合計7体ですね、紹介していこうと思います。まず第1位からいきましょう。第1位はこちら、アマテラストラゴンですね。もう絶対に取ってください、本当に。これぶっ壊れです、マジで。 まあ、回復努力終わって10強2つに軽く出してね、まあ、スキルも18ターンですごい強いです、ね。2ターンヘイスト進化。その後もね、消せない場合の覚醒無効、全回く2ターン半減持ってくれてます。今、攻略編成使うってなれば、とりあえずアマドラ入れとけばいいみたいなところあって、光属性編成どころか多色に置いてとか、いろんな編成で活躍していますので、アマドラは必ず1体確保しといてください。 で、まあ推奨化コースは別に1体なんで、無理にあの2体以上取る必要はなくて、周回ダンジョンもね、ノーマル3の10の天空流の領域で周回できますので、ノーマルダンス進めてる方ならすぐにえ周回できると思います。もしノーマルダン全く進めてない人は、もうマジでフレンドさんとか、友達にお願いしてとか、ツイッターでお願いしてね、もうね、もう、ノーマル3の10をね、回ってもらって、トレードしてもらうのがまあおすすめではあるかな。まあ基本的にはノーマルダンジョン3の10でえ周回してください。で、続きまして、第2位ですね。 第2がこちら、カリンドラゴンになります。はい。カリンドラゴンに関しては、最低加工数が1体、推奨は3体なんですが、まあ、正直1体持ってればいいので、全然1体だけ確保しといてあげてください。結構黒飛びとかですね、今水の 2way キャラにおいて活躍できるサブになっております。カルダルループもすごい強いんで、もちろん3取ってほしいんですけど、あの、無理に3取らなくていいんで、1でいいです。はい。で、まぁ、こちらはね、10強2つに浮遊持ってたりとか、10強3つで軽く出すで上限解放をつけるとね。まあ、2ターンヘイスト4食人スキル進化。 で、え、新格は1ターン無効貫通6回以上4色生成が3ターンで打てます。まあ、この無効貫通4色生成がすごい強くて、まあ、特に黒飛びとかにおいて活躍できるキャラって感じになってます。軽く回せるんでね。まあ、最低1体推奨3体おすすめです。はい。続きまして第3位がですね、まあ、当然、今シャナパーティーで大活躍してるレイランバードですね。最低1、推奨1以上となってます。はい。なので1体いれば十分です。 回復泥を6個に、冬に10強2つ持っててね、10強回復泥をスキル4と好きなやつがつけれます。スキルが18ターンで2ターンヘイスト進化で、その後6回上の食事に消せない場合の覚醒無効全開から6ターンで打てます。 ま、回復盛りまくれる上に軽く出せて、しかも消せない場合の覚醒無効全回復に6階上の職人弱いわけがないので、ま、シャナとかね、使いたい人はとりあえず取っておければいいかなという感じになります。まずこれが1位から3位までなっております。えー、ここまでは絶対に確保しなければならない人権キャラになっていて、何が何でも取ってくださいという感じになっています。さあ次、もう、ほぼ、もう、ほぼ人権クラスの必ずそっとしていいキャラも紹介していきます。 さあ続きまして、ほぼ入手必須キャラ話していこうと思います。まぁ、あ、S ランキャラより優先度は下がりますが、もう取ってください。まずギルガメからです。 バインドスキブ封印10強3つ LGO2 にボイス持ちで、超惑星ス,スキブドックプラス無効感持ってます。LGO2 のおかげでアシスト無効回復ができるのと、封印耐性持ってるのも偉いですね。まあ、これは電撃文庫で、千葉エリカ取ってる人は別にスルーしてもいっちゃいいんですけど、まあ、それのやっぱりね、LGO2 持ってるところとか差別化できますので、え、できれば取ってください。スキルは2ターンヘイストスキル進化で、進化後は2ターンダブル吸収無効、6回除再下段非生成が6ターンって感じになっていて、ダブル吸収2ターンにね、非生成もできるというキャラになっていて、まあ、今は、まあ、大活躍してるシャナーパーティーですね。 パーティーにとりあえずこれ入れとけば強いっていうのがねもうギルガメクロのテンペルになってますのでえー、できれば確保してください聖書確保数はもちろん1体で問題ありませんまあ一応ね武器が強いんで2体取っておければ武器運用できますがまあ今もうスキルブースト2個持ち武器そこまで貴重ではなくて4ターンダブル吸収部分2ターンエースはすごい優秀なんで周回勢なら取りたいですけどまあ攻略勢なら別にキャラ1体いれば十分です、まあ、周回会は余裕があれば2体ね目指してみてくださいはい <laughs> で、えー、これがギルガメッシュとなっていて、えー、代用になっております で、えー、続きまして、第5位ですね。第5位も話していこうと思います。第5位はこちら、メタルポルックスですね。メタルポルックスはもう今、三坂美ことが強すぎるせいで、三坂美こサブに入ってくるキャラになります。えー、正味、早川明か、三坂美こを持ってる人は過去それ以外はするって感じになるんだけども、これからですね、あの、三坂美こ系のキャラが出る可能性も十分ありますので、余裕があれば取っておきましょうという感じになっています。まあ、あちょつとげしシニコに光努力、次にチーム HP2 つで HP 漏れて、チーム HP もしくはスキーブ漏れます。スキルが2ターンヘイストスキル進化です、その後六回以上回 光に変化2ターンダブル吸収が7ターンで打てますダブル吸収持っててね超つなげしに H p も漏れて火力出せるキャラってしてね弱いわけがないので、えー、とりあえずもう火力サブとしてメタルポルクスは加工推奨という感じになっております加工、えー、数は1体で大丈夫です <laughs> という感じでしたはい、まあ、これがね、えー、メタルポルクスと、えー、あとはなんだっけギルガメシクルですねができれば確保してほしい S ランキャラになりますさあ次残り2体も話していきましょう さあ、ラスト2体話していこうと思います。えー、まずは、えー、1体目からですね。1体目はこちら、メタルスピカになります。まあ、これは、キャラ武器含めて、本当は2体欲しいんですけど、まあ、正面1体いれば十分ですね、とりあえずは。で、 え、進化前がバインドスキブ4封印チーム HP2 つ、回復泥鏡を打つにボイス持ちで、小学生スキブ回復泥鏡にチーム HP つけれます。回復泥鏡6個にできたりとか、HP タンクにできたりとか、スキブ6個にできたりとか、すごい運用しやすくて、え、そしてね、20ターンで3ターン遅延進化した後、6解除回復期変化1ターン全員の攻撃2倍か3ターンで打てます。スキルも若干エンハンス返して使えたりとか、アシスト運用できたりとかもできるんでね、76マスリーダーで勝つこの HP タンク回復盛りということで、サポート要因としては非常に強いです。スピが武器も強くて、スキブ、 ドドつ回復チーム HP 強化持ちですこれで泥強いっぱい漏れて HP 漏れてね、さらに2ターン、ヘイスト2ターン、ダメージ吸収、全員の攻撃3倍っていうスキルも非常に強いですので、もし取れるんだったらですね、メタルスピーカ加ー工していただきたいなと思います。優先度は少し差がありますが、それでもおすすめです。 最後に、今大活躍しているハーデストラゴンですね。こちらも、えー、もちろん過去推奨キャラで A プラスランクになります。まあ、バインドスキブ、無効化ン、ロックボイス、に超ョウス,スキブ、カイケルジ、クライムプラス持ってます。まあ、今、もみあげマンがね、強くてもみあげマン編成で使えたりとかですね。あとは、無効パーティーにおいても活躍したりしますので、まあ、とりあえず一体取っておければ、えー、周回においては使える可能性高いかなと思います。まあ、チェーンソーマでもみあげマン全スルーした人は別にこのままね、ハーデストラゴンもスルーしていいので、あくまでスルーしていいということで評価は A プラスランクになっています。はい。 まあ、えっとに、えー、23ターンで3ターンチェーン30%グラビティスキル進化で、その後6ターンで、えー、30%グラビティに30%自動回復ができるという感じになってます。まあ、使い道は無効パーティーか闇のね、えー、もみあげマンみたいな周回編成の2択になっておりますが、えー、まあ武器もね、実は無効間チーム回復2つ雲も体制に35%グラビティ持ってるんで、すごい武器も悪くはない性能してるんですが、基本的には、えー、もみあげマン系の周回キャラになるという感じになっております。まあ、という感じが今回のね、えー、推奨キャラ7体となっております。はい。 まあえっとそうですね、正直、アマドラ、カリドラ、レイランバードは何が何でも取っておいてほしいですね。特に炭治郎においてレイランバードって使える可能性かなり高いと思うんで、なおさらそこはおすすめです。アマドラも十分使える可能性あると思う。全一とかそういう系でね。で、あとは、えっと、A プラス、えっと、ごめん、S ランクか。の、レイランバードとメタルポルクスに関してもなんだけど、まあ、特にやっぱ、ごめん、ギルガメシュクルとメタルポルクスかなに関してもなんだけど、ギルガメクルも本当に炭治郎で活躍する可能性めちゃめちゃあります。ネズこが L 字持つから、なおさらね。 ネズミだとちょっとかぶるからあれかもだけどでもやっぱ確保する価値はあるし、まあ、あとはやっぱりメタルポルクスもね三坂美子と早川明とかですごい強いーンでおすすめですまぁ、あ、ぜひね、えー、S ランク以上のキャラはもうこのね3日間めっちゃお得なんで確保していただければなと思いますということで今回の動画は終わりになりますチャンネル登録およかお願い,いたしますご視聴ありがとうございましたバイバイ